エドゥアール・トゥードゥーズは、フランスの画家、挿絵画家である。パリで生まれた。多くの芸術家を生んだ家系で、父親のオーギュスト・トゥードゥーズは、ファッション画を描いたイラストレーターであり、母方の祖父は、画家のアレクサンドル・マリー・コラである。いとこに、画家のアレクサンドル・リル・ロワールらがいる。兄のギュスターブ・トゥードゥーズは、小説家、ジャーナリストになった。パリの高校を卒業した後、画家のイジドール・ピルスや叔父のオーギュスト・ルロワールの弟子になった。1867年からサロン・ド・パリに出展を始めた。不仏戦争に出征した後、1871年に神話に題材を得たオイディプースと妻の死体との別れを描いてローマ賞を受賞した。油絵絵画のほか、ゴブラン工場のタペストリーの原画を描き、挿絵画家としては、テオフィル・ゴーティエやバルザックの小説の挿絵なども描いた。1889年のパリ万国博覧会の展覧会で銀メダルを獲得し、1892年にレジオン・ドヌール勲章を受勲し、1903年にレジオン・ドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。